見事優勝カーナンバー36番ワイズファクトリーレーシング西面直明選手、おめでとうございます。第2カーナンバー7番レーシングティームヒストリー with 西田修理工場富川和則選手、おめでとうございます。第3位カーナンバー1番ルーチェモータースポーツ with カラーズ二階堂雅弘選手、おめでとうございます。それではまずウィナーズキャップの贈呈でございます。ロータックス社アレックス様よりロータックスのウィナーズキャップをお受け取りいただきます。最後の一周、まさかそう来るとは的な大逆転でございました。3選手に帽子が贈られました。続きましてシャンパンです。はい、3選手お揃いになったら金具を外していただいて、シャンパンファイトです。はい、西面選手はぎこちない手つきで金具をやっとく外したけど、あとの2人もまだ外れてないし、はい、いいかな。はい、いきますよ、せーの、どうぞ。西面選手自分で外して自分でかかっちゃいました。はい、おめでとうございます。ノービスらしいウィービーシーシャンパンファイトでございました。それでは続きまして賞金の授与でございます。見事優勝西面選手、ファイナルラップの一撃で賞金が2万上がりまして3万円獲得、おめでとうございます。続いて第2位富川選手、1万円復帰戦いかがでしたでしょうか。そして二階堂選手、ドロップしたところからもう一度素晴らしい追い上げでした。続いて西面選手にはトリプル継承も贈られます。どうぞお受け取りください。はい、よろしいでしょうか。はい、皆さん一旦前向いてくださいね、前向いてくださいね。はい、では足元にボードを下ろしていただいて、選手のトロフィーです。はい、ではまず西面選手からお受け取りください。クリスタルのトロフィーの授与でございます。はい、おめでとうございます。西面さん、バウチャー持ってっていうことです。下のバウチャー、はい、はい、富川選手と二階堂選手にもトロフィーが贈られてまいります。ではお話を伺いましょう。見事優勝西面直明選手、おめでとうございます。ありがとうございます。やりました。やりましたね。いや、ちょっと離れてたんで、まさかあの感覚から行くとはという感じだったんですが。あ、そうですね、もうちょっと最後ラストラップ出ても無理かなと思ってたんですけど、ちょっとオーバーランされたんで、もうここしかねえなって言って行きましたね。初優勝、もう去年初優勝です、ね、どうですかこの表彰台の味は。いや、もう去年全然ダメだったんで、もう今年は頑張ろうと思ってずっと練習してたんで、その成果が出ましたし、あといろんな人が、まあ、チームの皆さんも本当に嬉しいんですけど、あのいろんな皆さんがこの練習手伝ってくれたんで本当に嬉しいです。あ、ね、じゃあ明日2連勝もプレゼントしちゃいましょうか。明日あるんでしたっけ。明日ももちろんあの今日と同じように頑張りたいと思います。はい、西面直明選手でした。おめでとうございました。では写真撮りますので真ん中へぐっと寄っていただいて、はい、アレックス様にもご登壇をいただきます。はい、ノービスクラスですね。明日もあるんでしょうか。ボケも出ましたが、はい、あの明日もありますので、皆さん今日ね、ダメだった方はぜひ明日リベンジしていただき、西面選手はディフェンディング状態になりますからね、頑張ってくださいね。改めて西面直明選手、そして富川和則選手、二階堂雅弘選手でした。おめでとうございました。